水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核を担う存在。しかし面白いことに、彼女は神というよりもスターに近い存在と言える。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。あ、逃げた。うん、待て。私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。だが、まさかフリーナ殿にこうも簡単に近づくことができるとは。あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほど、それは餌である可能性が高い。だが、餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら、餌は釣り針にかけられた瞬間、犠牲になる運命からもう逃れられないのだから。事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。水神は神の心を持っていない。それに加え、彼女はどうにも神には見えない。その身には何らかの呪いの気配がある。君は誰？何をする気だ？殺さないで、お願いだから。この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないことがこれでほぼ確定した。彼女に手を下す意味はなくなったようだ。ふん。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲撃したと告発する者もいなかった。フリーナ殿はこの件を他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながらすすり泣いていたそうだ。彼女はとても怖がっており、一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測を立てた。もしかすると真の水神は彼女ではなく、最高審判官のヌビレット殿なのではないかと。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心はヌビレット殿のところにある可能性が高い。それか、一般人では近づくことが許されない場所に隠されているか。